今日もよろしくお願いします。お願いします。うちの副社長、はい、取締役の正樹くんです。はい、よろしくお願いします。インタビュー始めていきます。はい、じゃあね、まずはじめに今日はじゃあまず講師としてインタビューをさせていただきたいと思います。はい、正樹くんが講師を始めたきっかけを教えてください。はい、僕講師を始めたきっかけは、まあ、ギタリストって結構いろんな仕事のまあ作り方があると思うんですけど、まあ、その実際自分がプレイヤーとして弾くっていう、まあ、スタジオミュージシャン的なやり方もあれば、まあ、バンドが売れてみたいなのもあったりするんですけども、まあ、その講師っていうところについては、まあ、自分が得意かもしれないなと思って、まあ、ちゃんとその自分のギターのスキルをまあ仕事にしたいなって思ったのが、まあ、それはきっかけでしたかね。うん、それはあのうちに面談しに来てくれた時もそれに近いことをね言ってたんだよね。うんうんうん、すごい覚えてて、うん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 、よく覚えてますね。やっぱりなんかギターを自分が好きでやってるから、なんかちゃんとそこでこの自分が成果を出すというか、お金になるっていうことはそれが評価される価値があるものだっていうことじゃないですか。自分のギターっていうものに対して価値をつけたかったっていうのは結構一番大きかったかもしれないですね。いいじゃん、さすがさ。でやっぱりこうあの認めてもらう機会っていうのが、うん、あのまあ、例えば演奏してライブしてわーパチパチパチっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、それ単純に好き好みの話だったりもするし、まあ、社交辞令って言い方もおかしいですけど、ライブ終わって拍手しない人なんかいないと思うんですよ。でやっぱそのギターに対しての自己承認欲求っていうのがすごくまあ高かったっていうのもあって、まあ、それを満たしたかったんでしょうね、多分ね。うん、何歳の時だったの？何歳だっけ、26とか、うん、だったかな。そうですね、およそ何年前ですか？10年前。おそうだね、うん、じゃあちょっと次に行きましょう、はい、じゃあね、実際に講師をやってみて大変だったこと、大変だったストーリー。大変だったこと、そうですね、まず最初は自分が何を教えられるのかっていうのが分かんなくって、対面した時にその子の、まあ、この伸ばしてあげたいところを見つけるわけなんですけれども、まあ、それをこう見つけるのにめちゃくちゃ必死だったっていう感じですかね。うん、まあ、でもなんか振り返ってみると、それは何だろう、大変だったというか、まあ、すごい気を使ったポイントではあるんですけど、なんか苦労したことって実はあんまないかもしれないですね。うん、やっていく中でその満足してくれるかなっていうことを常日頃、まあ、この不安に思いながらやってるんですけど、まあ、やっぱりちゃんとその生徒さんが、まあ、その どこが困ってるかみたいなものをちゃんと引き出してあげるっていうのが、あの、まあ、コミュニケーション含めてあのできた段階で、あの、まあ、そこからはなんか必死というよりはただ単純に自分が熱を持って楽しめてるっていう感じにはなりましたね。うん、素晴らしい。言うことないです。ありがとうございます。はい、そうか、実際ね、あの正樹くんの場合はその教えてた受講生がうちの講師も今なってたりもするので、そうですね、輩出ができてるということで、はい、その辺どう？いやでもシンプルに嬉しいですし、あの、まあ、でもなんか僕自身がどうこうよりは、まあ、その子が本当に自分で頑張ってやってくれたところがすごく大きいんですね。でなんか、やっぱりこのレッスンの中で練習する方もいれば、レッスンの外で練習をしてきてそれを見てほしいっていう人もいる中において、まあ、その子はまあ自分でこのなんか頑張ってやろうって言ってレッスン外のところでの努力がすごかったんですよ。うん、で、まあ、だから一つ自分ができたことで言うと、まあ、そういうモチベーションを持ってあの一緒にこうあの伴走できたのかなとは思いますかね。そこが一番うまくいったポイントなのかなと。あの技術が向上する向上しないって結局、まあ、その講師の教え方とかっていうよりは、まあ、最終的にやっぱ本人のやる気が重要になってくると思うので、まあ、そのやる気をちゃんと持たせ続けられたっていうのはあったかもしれないですね。うんうん、そうだね、まさに伴走者、うん、一緒に走るっていうことだね。うん、そうですね、まあ、なんか極論言うとその技術を教えるっていうことは もはやこのインターネットとかがあのもう普及してきて情報たくさんありますから、そのだいたい見たら分かることも結構あるじゃないですか、うん、わざわざ教わんなくてもいいっていうのは、まあ、だからそれでね、あのこの情報が多くなってきて、あ、その先生なんかいらなくなるんじゃないかみたいな、そういう話もあると思うんですけど、でもやっぱりそのモチベーションコントロールであったりとか、まあ、なんかそのまだまだこの情報、そういう情報だけじゃ伝えられないこととかもたくさんあると思うし、でその情報っていうのもやっぱりこのどうしてもその、あるっ
一定の角度でしか提供されていないから、それだと分かんない人とかもいると思うんですよね、うん、だからその人が分かるような伝え方っていうのは存在していると思うので、そこをやっぱり見つけて個別最適にやってあげるっていうことが重要なのかなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます、はい、当初やってて感動したエピソード。感動したエピソードいっぱいあるんですけど、まあ、最近の話から言うと、これをやってきてっていうのじゃなくって、まあ、自分でこういうことやってみたからレコーディングしたので聞いてみてくださいみたいなので出してくれることがあるんですけど、まあ、まだ それこそ下田君やってますけれども、最近上げてきてくれた音源のもう文句のつけどころがないようなギターソロをこう弾いてきたんですね。でやっぱりまあ、1年前を遡るとこうだった、2年前を遡るとこうだったって言って、ここもうちょっと良くなるかもね、ここもうちょっと良くなるかもねみたいなものが、まあ、前はあったんですけど、もう今ほぼないんですよ。うん、すごい。でなんか意見くださいとかダメ出しくださいみたいな、うん、ないっていう嘘でしょって思っちゃいましたね。うん、それはやっぱすごく自分としても感動したエピソードの一つだし、まあでもそれは本当最近の話だけど、過去で言うとなんだろうな、まあでもあれさね、弾いてみた動画撮った時にやりきったとこですかね、うんうん、結構その弾いてみた動画の時に、曲で求めたかったテーマとしては、まあ、メタルのようにこう歪ませてガシガシガシっと弾くではなく、割とこの感情を乗せた、ギターインストを完璧に弾きこなすっていうところ でやっぱこのピッキングのニュアンスであったりとか、まあ、そのスライドで入っていく時のこの音のまあニュアンスだったりみたいなのはかなり難しい曲だったんですね。で最初やってた時に何かもう最初の数フレーズをやるのに 1,2 ヶ月ぐらいかかるみたいな。はあ、簡単なフレーズ、簡単なって言ったらおかしいけれども、すごく例えば早弾きでブルルルっていうのだったりとかじゃなくって、本当にこの何ていうか音数自体は多くないんですけれども、音作りからピッキングのニュアンスからその全体の演奏のこの、強弱のつけ方とかが、まあ、すごく難しいところでかなり最初つまずいたんですよ。でもかなり時間をかけてやっぱ最後弾いてみたのところにつなげた時にかなりエモーショナルな演奏になったなっていうのがあって、そこの苦労とアウトプットで、そしてそれがこの今につながってるんだなって思うと、まあ、あの時にああいうことをしててよかったなっていうのも思うし、よくついてきてくれたなっていうのはすごく思いましたね。うん、うん、素晴らしい。分かる範囲で、はい、というところなんですけど、これは比較です、はい、他の学校に比べて ABC ミュージックスクールってどうかっていう質問、まあ、印象であったり、実際まさきくんはね、うちの会社の役員なんで取締役として見てて、他の学校と比べて違うと思うところ。それで言うとでもやっぱ圧倒的自由じゃないですかね。うん、これいい意味でも悪い意味でもなんですけれども、まあ、教え方がもう完全にその、まあ、講師さんに委ねられてるっていうところで、これはやってくださいね、あれはやってくださいって、これを必ず教えてくださいみたいなところって、まあ、学校によってはあったりすると思うんですよね。そのやり方、その学校の、まあ、そのアウトプットのクオリティを保つために、まあそのまあ、必要枠な研修とかもきっとあると思いますし、なんかそういうのが、まあ、一切ないっていうところで、まあ、自由だと思ってますと。で、まあ、人によってはそういうのがないとこう分かんないって人もいるかもしれないんですけれども、なんか全然このスキルフルな人たちは、まあ、さっきのイズムじゃないですけれども、自分の伝えたいイズムっていうものをちゃんと伝えられるっていうところが多分一番大きいところなんじゃないかなって思ってます。でやっぱりこの生徒さんが、自分色に染まってしまうっていうところは、これはさっきも良くも悪くもと言いましたけれども、でも生徒さんがそれ、まあ、例えば僕みたいになりたいとか、その講師さんみたいになりたいって思ってるんだったら、なおさら多分 ABC みたいなスタイルの方が合ってると思ってて、教えたいことをちゃんと 100% 生徒さんにこの、まあ、ぶつけるっていうところ、なんか乱暴な表現になるかもしれないですけども、自分の思いをちゃんとストレートにぶつけられるような、そういう環境なんじゃないかなっていうのは思ってます。うん、そうだね。だから会社側というかスクール側が優先してるのは先生の品質だしね。うんうんうん、まあ、だからそのなんか例えばその、ね、言動であったりとか振る舞いっていうところについては、まあ、ある程度こうしましょうっていうところは他の講師さんたちにも伝えていく必要は、まあ、あるとは思うんですけれども、まあ、一方で内容に関しては本当になんか教えたいことを教えてほしいっていうふうに思いますよね。まあ、だからその
講師は教えるっていうのはあんま僕は思ってなくて、自己表現の場だと思うんですよね結局は、うん、で、まあ、ステージに立つのか、それともあの生徒さんに背中を見せるのかとかって、でもその中でもこう見せたい背中を自分が表現してるわけなので、なんかその最終的にこの、まあ、教えてるというよりは、まあ、その表現者であるっていう感覚で皆さん取り組んでもらえると、まあ、すごくいいんじゃないかなとは思っております。 ABC ミュージックスクールでレッスンをしてもらっていて、時間の都合って仕事をしていてつきやすいと思いますか？全然つきやすいと思います。基本的にまあそのなんかもう週何回この曜日でとかっていう決め方というよりは、まああのまあ、生徒さんにももちろんいろんな方いらっしゃいます。あの学生さんもいらっしゃれば、あの社会人やられてる方もいらっしゃって、で、まあ、そういった方々の都合もだって急にこう 悪くなったりすることとかも皆さんあると思いますけれども、なんかそういったところとかもかなり柔軟にあの生徒さんとやり取りしながらあのできる方かなって思ってます。逆にそれもまあその運営のスクール側としてなんかめちゃくちゃバチバチに管理してるっていうところというよりは、まあ基本的にはこの生徒さんとの信頼関係に基づいて適切にあのやっていただければという形なので、そこはすごくやりやすいところかなと思ってます。次、場所の自由度は高いかというですね。そうですね、場所の自由度は高いと思います。生徒さんのご希望にも多分よると思うんですけれども、まあ、あのスタジオに関してとかでもどのスタジオを使わなきゃいけないとかっていうのも特になく、僕とかもそうですね、生徒さんの都合で例えばこういうこの日は、ギターは持ってるけれどもいつものスタジオの近くにいないんですとかっていう時は、その生徒さんがあの近い場所で、僕もそこは近かったんでよかったんですけど、そこの場所で、まあ、スタジオを取り直したりとかして、やったりとかすることもありますし、僕は今結構メインはオンラインで教えてるんですけれども、オンラインとオフライン の、まあ、あの併用してた時もあったんですね。こういうことがやりたいからスタジオでやろうとか、もうこれはオンラインでいいよねとかっていう話とかを、まあ、生徒さんの希望を聞きながらあのやっていってるところがあるので、まあ、講師さんとしても多分そこは自由度高いと思うんですけれども、まあ、生徒さんとしても自由度高いところかなって思います。最後に収益の安定性、はい、まあ、これもまたね、なんか音楽講師やる上では大事かなと思うんですが、実際やってみてどうですか？そうですね、月ごとに駒購入していただくっていう感じになっていて、そのしっかり駒を消化するっていう、まあ行いになってくると思うんですけど、例えばある月は1回しかレッスンがなかった、まあ、それは生徒さんもあの講師さんの都合もあってっていうところ でそれをちゃんと繰り越して、まあ、じゃあ次の月に3回やろうかみたいな感じで、そのコマベースで進めていくので、基本的にその月額の収益みたいなところは受ける回数とかによって変動することはないっていうところは、他の学校と比べてもまあいいところかなっていうところですよね。ちょっとここからまた流れというか、はい、あの話題変わってきますが、まさきくんの今後の展望、目標みたいなやつ。そうですね、さっきその講師は表現者であるっていうところと、まあ、背中を見せるっていうところが、あるなっていうふうに思ってたんですけれども、今まで自分はやっぱりその、まあ、生徒と向き合って、まあ、あの生徒さんの良いところを伸ばしていくっていうところがやっぱメインの活動ではあったんですけれども、なんかもう少しこの自分のプレイヤーとしてのなんか背中見せるみたいなことはやっていきたいなと思ってて、一時期なんかあのなんだろうな、自分自身がこのプレイヤーとしてなんかすごい頑張ってやっていくみたいなことをなんかやめようかなと思った時期もあったんですよ。なんかもう完全に裏方に回ろうみたいに思っちゃった時期があったんですけど、でもやっぱりそれはちょっと無理でしたね。自分がプレイするクリエイトするっていうところについての、まあ、欲求をこう抑えられないというか、活動していく中で、まあ、自分のその、アウトプットがまあ最適になるように、まあ本当簡単な話だと機材買ったりとか環境を整えたりとかしていく中で、まあ、もうちょっと自己表現、あのギターでもそうですし、ギターにも限らずいろんな楽器でそういうのがまあできるような感じになってきたので、まあ、自分自身としてもそのプレイのアウトプットをすごいどんどん出していきたいなっていうのは思ってますかね。いいですね、作品、はい、楽しみにしてますですね。会社としてっていうところで言うと、まあそうですね、だからそのさっきも言ったようにこう情報がまあたくさんこう溢れ返っている状態の中で、まあそのまあ言ってしまうとそのまあその教室の価値ってどこにあるのかみたいなものがまあ少しずつ時代とともに変わっていると。で、まあ僕がやり始めたのも10年前、まあ10年前にじゃそこまでみんなギターを教えてるような動画とか出してたりするかっていうと全然そうではないですけれども、今って YouTube とかそういうのが出てきて対面でやったりとか人が教える価値っていうものがなくなったのではなく変わってきたと思って、でそこの変わってきた強みっていうのをちゃんと言語化してスクールの強みにしていきたいなって思っているところと、まあ、あの
それゆえに、まあ、そのチャンネルがしっかりこの YouTube とかその出来上がってきてるっていうところで、まあ、どうやったらその僕ら の、 そのギターも含めてですけど楽器の楽しさ素晴らしさっていうのをみんなに分かってもらえるかみたいな活動っていうところをやっぱりあの会社としてはやっていきたいなって思ってるところですよね。うん、まさくんはキッズも作りたいもんね。そうですね、音楽ってやっぱとにかく楽しむものだと思うんですけれども、あのよくこう音楽は国境を越えるなんて言い方ありますけれども、本当にまあ人種年齢関係なく楽しめるっていう風になった時に、子どもたちにその音楽の楽しさっていうのをまあ早々に教えたいなっていうか、あのぜひその音楽に囲まれてあの過ごして、まああの有意義なこの人生をね歩めるようにしたいなっていうのをすごく思っているので、まあなんかあのまあ、これは本当にあの音楽こそ市場であるみたいな言い方するとまたそれはまた違うのかもしれないんですが、少なくとも僕は音楽に囲まれて生きてきてすごく幸せであって、まあそれが今後もまあずっと続いていくだろうなっていった時に、まあこの幸せになる権利を子どもたちにも持ってほしいなっていうところですかね。はい、まあそれも取捨選択なのでそうじゃない人は別にいいんですけれども、それを求めている人たちは必ずいると思うし、そういった楽しさとかっていうのはこれからも伝えていきたいなっていうところで、子どもたちにもそういうのをちゃんとあの届けていきたいっていうふうに思ってます。ありがとう。いいね。じゃあこれから講師を目指す人に何か一言もらえませんか。まあこれから講師になろうって思ってる方々なんですけれども、まあ一言で言うとこの講師の仕事、あのめちゃめちゃ楽しいです。あの本気で向き合って、まあ、本気で生徒さんがこう成長してくれる現場を見れるっていうのは、まあやりがいがあるというか、まあそれ自身がすごくあの自分の達成感にもつながりますし、何よりもあの生徒さんがこの笑って音楽を楽しんでる姿を見るのが少なくとも僕は楽しいです。まあなのであのそういった楽しみ方をぜひなんかしてほしいなっていうふうに思いますし、あの、まあ、ご自身の成長にもすごくつながると思います。でやっぱりこの教えることによって、まあ、自分が持っていたスキルっていうところが、言語化されていくっていうふうになると、まあ、より自分があの足りてないところとかもっと伸ばしたいところとかも見えると思いますし、あの自分自身もあの教えるっていうことをやりつつ自分自身も学べるようなそういうような、職種だというふうに思ってますので、あのぜひあの楽しんでやっていただければというふうに思っております。受講生にそこあそうですね、あの受講生の方々楽しめてますかあのもう本当にまあ何よりもあの、まあ、代表の大塚さんもよく言ってますけれども、まあ、大事なことって上手くなることとか、 なんかあのテクニックがつくこととかじゃなくって、とにかく純粋に楽しむことだと思ってるんですね。で、まあ、カリキュラムがないからこそ自分がやりたいことができるっていうのが、まあ、本当にあの、まあ、この学校の、まあ、特色でもあり強みでもあると思いますので、とにかく楽しむっていうことをですね意識して、まあ、これやりたいあれやりたいっていうのをどん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 あの講師の方に言ってもらえたらなというふうに思ってます。 OK、はい、ありがとう。いえいえ、あのこれからもね講師としても完全なる素晴らしい俺より優秀な右腕としてもいえいえ、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。